キャストをご覧の皆さん、今からサザンブリーズ始まっていきます。今日は陸上の楽しみ方をお伝えしたいと思ってますので、皆さんぜひ1時間ごゆっくりお付き合いください。よろしくお願いします。席の普通の皆さん見えてますかね。ちょっとこちらではカメラ止まっちゃってるんですけど、っていうかパソコンが止まってるのかな。メッセージも来てないように見えるんで、一旦切るかもしれませんね。はい。まもなく開始いたします。FM 技能をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。サザンブリーズのお時間でございます。今日は私、木曜日担当キャンがお送りしていきます。79.7MHz FM 技能よりサザンブリーズをお届けしております。はい。今日はこちらですね、売店横の FM 技能サテライトスタジオよりお送りしております。ビーチの皆さんもお聞きくださいね。はい。これからですね、6時までの1時間番組を、していくので、もしよければ皆さんこちらの方にもお越しいただいてください。はい。ですね、今日のトークテーマなんですが、今日のトークテーマは、今世界陸上がやっているということで、私もともとですね、大学生まで、100、200専門のスプリンターでございましたので、にわかでもまたクロートでも楽しめるような世界陸上の楽しみ方というものをお伝えしてまいりたいなと思っております。はい。ネットからでもですね、ご覧いただいていると思いますが、この放送はですね、ツイキャス、ユーストリーム、そして最後の放送、リスンラジオの方でも、お送りしております。メールアドレスの方は797@fmginowa.com までお寄せください。リスラジの方はですね、無料アプリリスラジの方でお聞きの方は、スマホからでもですね、本放送と同じですね音声が聞けますので、僕が流す曲とかそういったものも、まんま聞けるので、音楽も聞いてみたいなという方はそちらの方もご利用されてください。はい。ですね、ちょっとツイキャスの方を復活している。皆さんメッセージありがとうございます。まずネグさん、画面がフリーズしている。そうなんですよね、ちょっと後で一旦再起動を試みたいと思います。キャンさん、ツイキャスカメラの位置が。そうなんですよ、カメラの位置はですね、ちょっとわざとアップになるようにしてるんですけど、ただ今ですね、熱のせいなのかちょっと固まっているので、今一度再起動を試みたいなと思っております。はい。選手、サニーブラウン 200m 決勝すごいですよね。そうなんです、今日は実はサニーブラウン選手がですね、今朝ですね、準決勝行われて、そこでなんと2着に入りまして、決勝進出が決まったんです。それもですね、最年少記録というものがつきまして、ボルト選手が打ち立てた最年少記録を更新、18歳11ヶ月を更新し、今回18歳5ヶ月でしたかね、はい、
最年少での記録でございます。今日の決勝が楽しみですね。夜11時からですよ。はい、シュプリームさん、キャン君こんにちは、今日はバタバタどう忙しくてコメできないと思いますが、ゆたしくです。いえいえ、シュプリームさんありがとうございます。いつもですね、もう僕はシュプリームさんのコメントで助けていただいておりますので、まあ、また落ち着いたらですね、今日は夜また木曜ジングリもありますので、はい、そちらの方でもコメントお願いいたします。はい、というわけで、今日はですね、そうですよ、世界陸上をやっているので陸上でお届けしたいと思います。陸上競技に関するですね、質問とか何か、こういう思い出がありますよとか、そういったコメントもお待ちしておりますので、皆さん先ほどお伝えしたメールアドレス797@fmginoan.com やツイキャスの方でですね、コメントいただいて、それにお答えしていきたいなとも思ってますし、僕の方でですね、勝手ながらこういう楽しみ方があるよっていうのを、1時間かけてゆっくりお話ししていけたらと思っておりますので、皆さんどうかよろしくお願いいたします。はい、では1曲目参りましょう。1曲目なんですが、世界陸上といえばこの曲でしょうというですね、はい、皆さん聞いたら絶対ね、あ、世界陸上だって思う曲、1曲しかないですよね。はい、織田裕二さんで All My Treasures。 はい、ツイキャスをご覧の皆さん、申し訳ありません、コンピューター固まってるようなので、一体ツイキャスの方をですね、終了しまして、再度ちょっと再起動を試みたいと思います。よいしょ。はい、では一回終了しますね。失礼いたします。